なんでもいいんですか。なんでもいいですよね。映画<お>関係なくても大丈夫。大丈夫ですよ。いいですか。あとすごいあのカイトくってすごいクールな印象があるなって私は思ってて、ちょっとあの砕けたところも見たいので、何かモノマネしてもらっていいですか。<laughs> すごい振りですね。ななんでもってな<で>質問とかじゃなくないですか。<laughs> <laughs> 見たいなと思って。いいいいのモノマネが見たい。うん、なんか見たい。<laughs> みんな。 サイトのモノマネが見たいのよ。お願いします。そもそもモノマネは得意ですか。結構します全全得意じゃないです。よはい。やりますか。いいですか。何できるの。何できるの。あ、じゃあいいですか。えっとタマホームの CM のチャラさん。それはあのお控えいただいてもいいですか。 すいません。一応ねあの結構メディアさんとかねいるので、そうだそうだ。すいません。すいませんでまだあんまりねまだね。慣れな他なんかできるのねあったらいいんだけどな。申し訳ありません。え、歌以外で何かね。歌以外で。あるかな。面白かったなんかなんかどなたかふ振っていただける。え、シラさん何か振ってみますか。質問変える？ じゃあ二十、ね、<laughs> 歳になって <laughs> 初めて飲んだお酒を教えてください <laughs> そうですねあの去,去年の4月か去年の4月で二十歳になったんですけどビールですね<ー>はい,い,いねもう僕はビールが大好きで、うん、もう冷蔵庫に 冷蔵庫何段かあるじゃないですか、二段ぐらいはビールの段で埋まってます。すごい。最初からビールって結構大人っぽいですね。二十歳から。そうなんですかね。ビールを飲んだ時の感想はミッキーマウス的に言うと、どうなの。うん。はは。美味しい。あ。あ。うまい。うまい。 頑張った頑張った頑張った頑張っ。たかなりいい出来栄えだなかったですか今。砕けました。砕けてました僕。砕けてましたよかった。皆さん見れて物まねも聞けましたしね。お酒も飲みましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ミッキーはミッキー。ミッキー。はは。ミッキー。はははは。ミッキー。アンパンマンは？僕アンパンマン。全然違うんだよ。ちょっとチーズ寄りだったよね今。 どっちかっていうとねもう少しくださいありがとうございます